山代温泉にファンの声援とともに現れたのは、で本当にこんなにたくさん加賀温泉郷に足を運んでくださっているファンの皆さんには本当に感謝でいっぱいです。本当にありがとうございます。4年前に加賀温泉郷の観光大使となったモーニング娘。トゥートゥの加賀楓さんです。これまで加賀さんは加賀温泉駅で一日駅長として PR をしたり、加賀温泉郷の限定グッズを販売したりしました。そして今日、では位置をおかけください。来月加賀さんがグループを卒業することなどから、名前の楓にちなんだ楓の木をファン150人とともに植樹しました。観光大使就任してからの思い出が蘇ってきまして、カイディのおかげで加賀温泉郷を知ることができて、ですごく楽しい時間を過ごすことができたんで本当に感謝しています。その植樹によってまた新しいスポットっていうのが誕生したなって思ってすごい良かったですし、ファンがこう寂しくなった時に集まるようなそんな場所になるんじゃないかなって思ってます。出身は東京ですが、名字が加賀というゆかりから観光大使を務めてきた加賀さん、4年間の活動をこう振り返りました。すべてはもうね、ファンの皆さんがつないでくださったものだと思ってますし、こんなに石川県とゆかりのある人物になれるとは思ってなかったのですごく嬉しいです。加賀温泉郷に来たら楓の木は見とくべきみたいな、そういうなんかシンボル的なものになればいいなと思います。